髪が薄くなって叩いて刺激を与えてもめまいがするだけでなぜか鼻毛が伸びるだけどヤング心はヤング体の衰えクソくらえ中高年のみんな立ち上がれ立ち上がれちょっと歩いた翌日は別になんともなくて四五日経ってから全身カチカチになるだけどヤング心はヤング中高年をなめるなよ3年前に膝をぶつけてできたあざが消えない皮膚の再生能力が悲鳴を上げているだけどヤング心はヤング親父狩りはやめてくれ親父狩りを撲滅しよう撲滅しよう手に入れたものは紛れもない残業感一度トイレに入ったら数分パンツをあげれないだけどヤング心はヤング中高年をなめるなよパンツも一緒に洗え髪が薄くなって叩いて刺激を与えてもめまいがするだけでなぜか鼻毛が伸びるだけどヤング心はヤング体の衰えクソくらえ中高年のみんな立ち上がれ ちょっと歩いた翌日は別になんともなくて四五日経ってから全身カチカチになるだけどヤング心はヤング中高年をなめるなよ3年前に膝をぶつけてできたあざが消えない皮膚の再生能力が悲鳴を上げているだけどヤング心はヤング親父狩りはやめてくれ手に入れたものは紛れもない残業感一度トイレに入ったら数分パンツをあげれないだけどヤング心はヤング中高年をなめるなよ